サッカースロバキア代表は、スロバキアサッカー協会によって編成される、スロバキアのサッカーのナショナルチームである。愛称のレプレとはスロバキア語で代表を意味する、レプレゼンターツヤに由来している。ユニフォームの色は、国旗の色でもあるハンスラブ色の3色の中から白と青を基調としている。1939年から1944年までの間、 スロバキア共和国として16試合を戦っているが、第二次世界大戦後は再び、チェコスロバキア代表として戦うことになった。同代表は、ワールドカップ1994年、米国大会欧州予選期間中の1993年1月1日のビロードリコン以降も活動を続け、同予選までをチェコスロバキア代表として戦った。その後、 スロバキア代表として活動を開始。UEFA 欧州選手権は1996年イングランド大会。FIFA ワールドカップは1998年フランス大会から予選に参加し、2010年のワールドカップ南アフリカ大会で分離独立後初の本大会出場を果たすことになった。本大会では初戦でニュージーランドと対戦。 試合を優位に進めたスロバキアは50分にローベルとビッテクの得点で先制したが、ロスタイムに失点を許し1から1の引き分け。第2戦のパラグアイ戦は0の2で敗れ、グループリーグ敗退の危機に直面した。第3戦は前回優勝国のイタリアとの対戦となったが、25分と73分にビッテク、89分にカミル・コップーネクがシュートを決め3得点。 終了間際のイタリアの反撃を抑え3から2でワールドカップ初勝利を飾るとともに初の決勝トーナメント進出を果たした。決勝トーナメント1回戦はオランダとの対戦となったが18分と84分に失点を許しロスタイムにビッテクが今大会4点目となる PK で追い上げたが1から2で敗れ準々決勝進出はならなかった。 UEFA 欧州選手権は2016年フランス大会で予選を突破し初めて出場した。同大会ではグループリーグのロシア戦で本大会初勝利を記録した。グループリーグを通過しラウンドオブ16でドイツに3例で敗れた。FIFA フフワールドカップは2014年、2018年大会ともにヨーロッパ予選で敗退した。2018FIFA フフワールドカップ。 ヨーロッパ予選ではグループリーグで2位になったものの2位の旧チームで最下位だったためプレーオフ進出を逃した。2021年5月19日24人の暫定メンバーを発表した。6月2日26人の最終登録メンバーを発表した太字表記選手は現役選手マレクハムシーク。ありがとうございます。